は、リースキットご注文のお客様ありがとうございます。ほれほらほれほら突然の猫扱いはい、今日は三日月リースを作りたいと思います。テーマはかわいい秋を感じる、可愛いんだけど秋を感じる三日月リースみたいな。なので明るい緑と黄色、そこにちょっとの茶色を入れたいと思います。茶色は、こういうポピーやちょっと木の実なんかを入れて、ちょっと秋っぽい雰囲気なんだけど、ちょっとなんか可愛らしい感じでやっていきたいなと思います。では早速ですが始めます。ここまで来ましたら、今度はこの細い小さいユーカリの方を、グニーですね、ユーカリグニーをちょっとこまめに切っていって、これを重ねるんですけど、すごくこう根気のいる作業なので、いきなりお花をわわっとつけたいと思いますが、これをやらなければお花をどんなにつけてもなんか美しくはならないので、これをつけていきます。私の中の美しいっていうのはやっぱりこうナチュラル感っていうか、こう自然な感じが結構好きなので、自然な感じに仕上げたいと思います。プリザーブドフラワーが今回入るので、よりこうナチュラルな感じにしたいので、これをこまめにこまめに入れていきたいと思います。入れていき方は、原則をちゃんと守るようにして、ここが細く太くなってきます。でこの太い部分はこのリース土台の半分なので、あと花材をどんどん詰めていって、ここに届くまで花材を詰めていきます。そうすることでボリューム感が出て、細くない三日月リースになっていくので、必ずそこを こっちに行けば太くなる、こっちに行けば細くなるっていうのを意識しながら詰めていきます。では早送りでいきます。埋まっていれば大丈夫です。埋まっていない方は埋めていただき、そしたらここからのカーブをきれいに作っていきます。中ですね、とりあえず中で、外側も同じように丸くなっていくようにしていきます。でこの時点で整えてあげないと、後々また整えるのが大変になるので、この今半分くらい入れた感じのところで一度整えてあげてください。で横も必ずこうやって埋めていくように、ここがまだまだですけど、で埋めていくようにしてあげてください。でそしたらですね、ちょっとグリーンがあ、グリーンで整えてあげてもいいです。ちょっとまだグリーンがあるので、ここも少し入れて形を私も整えていきたいと思います。整ってるちゃって思うかもしれないけど、この辺にもこの横とかすごいぽっかり開いちゃってるところをちょっとグリーンを入れていって、ちょっとボリュームをちゃんと出してあげないと、不自然な、飾った時に不自然な感じになってしまうので、そこもちゃんとしてあげます。別にね、見た目だけ良ければいいってもんでもないので、飾った時にどうなっていくかなっていうのも大事かなと思うので、そこもちゃんとやってあげます。
って銀で形を整えるのとお花を足すのを同時にやっていくので、調節用は、アジサイとグリーンと今度ですね、このナッツ系もあるのでナッツ系も入れていただいて、千日紅もあるので千日紅で形整えたりとかして、でこのラマチュア、ラマチュアと言われる細いものはちょっと長すぎるので、これを私はですね、これも注意、これこのまま切るとまっすぐになっちゃうので、必ずちょっとこの穂の部分を避けてこの茎をちゃんと切るようにしてあげてください。こんな感じですね。そうしないと悪い例を見せよう。悪い例は穂ごと切ると、あ、切れなかった。穂ごと切るとこういう風になんかちょっと不自然な感じになりがちなので、必ず枝ちょっとこう枝を探ってあげて、ここを切る感じです。見えてない、ここ。そうすると短くしてもほら全然自然な感じになるので、必ずこの茎を切る、こんな感じですね。これがまっすぐ穂ごと切った、この部分も一緒に切っちゃったやつと茎だけを切った部分ですね。私はちょっとそういうのが気になるので、ぜひこれで切ってあげてください。でこれも結構このくらいの量ができるので、これも入れていきながら形を整えていくって感じですね。ではグラスペディアと、次はグラスペディア、もし木の実もちょっと入れたいなと思ったら、なんか木の実を調達してきて入れてあげてもいいと思いますが、まあ、このくらいがいいかなと思います。ピンクコーンが可愛いと思うんだけど、私ピンクコーンめっちゃ可愛い。この角度可愛い。大変大変、こっちに向きに変えて、なんか変なし、なんか違う、なんだろう、さっき今の角度がすごい良かったんだけど、これがこれ、え、まあいいや、はい、終わりまーすあ、これだ、この感じ、ここの角度がいい。あ、これいいですね、いいですね、はい、ここ、あ、いいですね、この感じ、はいはい、変態を出してしまいました。では終わりにしたいと思います。皆様ちょっと大変だと思いますが、時間を置いてまた作りのとちょっと疲れちゃうかもしれないので、一気にやった方がいいです。一気に作った方がいいので、ちょっとまあ初めて初心者に近い方だと多分2時間3時間くらいかかっちゃうかもしれないので、それをちょっと踏まえてお時間取れる時に作っていただければなと思います。はい、では楽しんでください。ありがとうございました。テーブルの下ではお猫ちゃんがすやすや中です。はい、じゃあ皆様さようなら。てんちゃん起こすてんちゃんみんなにバイバイして。てんちゃんみんなにバイバイして。うるせえ、寝てんだよ、私は寝てんだよ、うるせえちょっとめっちゃ不機嫌な顔してるので終わりにしたいと思います。ごめんね、寝ていいよ、眠い、はい、はい、では皆様ありがとうございました。おやすみなさーい、バイバーイ。